カタールワールドカップ日本と韓国の差は一目瞭然中国メディアはカタールワールドカップを戦った日本と韓国について海外組の人数と質から見れば両者の差は一目瞭然だとの記事を掲載した記事は日本についてドイツとスペインに勝利してグループリーグを突破し決勝トーナメントでは クロアチアチ相手に引き分けて PK 戦に持ち込むなど世界の強豪国と渡り合える実力があると評価一方で韓国についてはブラジル相手に手も足も出ずに大敗を喫したと述べたその上で欧州5大リーグのクラブに所属する選手の数と質において日本は韓国をはるかに上回っていると指摘した 日本はメンバー26名のうち19名が欧州のリーグに所属しておりそのうち14名が5大リーグでプレーしている韓国の海外組は10名でそのうち5大リーグでプレーしているのは6名だとしたまた日本は吉田麻也鎌田大地遠藤渡る、伊藤純也同安律久保建英伊藤博樹ら多くの選手が所属クラブの主力として 世界トップレベルの選手と渡り合ってきた豊富な経験を持つとする一方、韓国で5大リーグで主力としてプレーしているのは、そん、ふんな数名だけだとした。さらに、日本は代表チームをもう一つ作れると言われるほど、選手層が厚く、5大リーグでプレーする選手の中にも落選した選手が少なからずいると指摘。ここれだけの人材がいることで はじめ監督は思い通りにチームを作り戦い方を自在に変化させることもできたと評した記事は韓国のエースの孫憤民が負傷しながらも試合に出続けたことについてもし代わりになる選手がいれば孫憤民をより効果的な場面で起用することもできただろうとし近年の直接対決では日本が3・0で韓国に完勝しており 力のの差があるのは一目瞭然だとした、た韓国代表メンバーとして今大会に出場したミッドフィルダー、ファン、ギンボムが母国のサッカー界に対する問題点を指摘。カタールワールドカップでは日本代表と同じベスト16進出を果たしたものの日本と同じ環境だとは思っていないと苦言を呈している。韓国は 今大会の優勝候補筆頭に挙げられるブラジルを相手に前半だけで4失点と実力の差を見せつけられ1・4のスコアで敗れたそんな中韓国メディアは今大会の全4試合にスタメン出場したミッドフィルダーのファンインボムは韓国のサッカー環境に対する辛辣な批判を惜しまなかったとしブラジル戦後にメディアに対して話した内容を紹介している ワールドカップ敗退を受け、韓国サッカーはもっと改善する必要があると思うと主張したファン・テンボム。宿敵の日本と同じベスト16という成績だったが、日本と同じ成績を取ったからといって、日本と同じ環境だとは思っていない。日本人選手は本当に良い環境で頑張っていると聞いている。ヨーロッパのどのリーグに行っても、日本人選手はたくさんいると、韓国と日本の違いを指摘した。 ファン銀ボムは現在ギリシャ一部オリンピアコスに所属欧州各国リーグで日本人選手がプレーしている光景を目の当たりにしており韓国では昔から選手はなぜヨーロッパに行かないのかなぜ夢がないのかお金ばかり追い求めるのかと言われてきたでもこれは選手だけの問題ではないと思うと韓国サッカー界が抱く問題点へ持論も展開している ここで言ったからといって変わるわけではないが、今後、韓国サッカーが頑張ってラウンド16に進出することは奇跡ではないが、ワールドカップで日本や他の国のように常に良いパフォーマンスを見せるには多くのことが変わらなければならない。ドイツやイングランド、スペインといった欧州主要リーグで多くの選手がプレーする日本と海外でのプレーに消極的だとされる韓国。 カタールワールドカップでは同じベスト16の成績だったもののファンインボムは今後の韓国サッカー界へ危機感を抱いていた続いて韓国と日本のサッカーについて SNS 上の意見を紹介していきたいと思います韓国が日本のライバルだった時代はとうに終わったようです今や日本サッカーは欧州や南米をライバル視していると思います 悔しいけど日本を手本にするべきだと思う欧州組をもっと増やさないと日本にも孫文明選手みたいな圧倒的なストライカーがいればワールドカップベスト8行けたかも日本とワールドカップのベスト8で対戦したかったけど負けてしまったからアジアカップが楽しみだ俺はアジア勢が活躍して嬉しくなる気持ち よりはアジアの中で日本が一番サッカーでいい成績残してほしい気持ちの方が上だな韓国チームは試合以前に内ちわもめなのもあったからうまくいかなかったと思う逆に日本は監督スタッフ選手のチームワークが良かったサッカーでアジアは世界からなめられてるから日本はドイツとスペイン韓国はポルトガル倒して。 ギャンントキリングできてよかった。韓国は世界からラフプレーが多いと言われてるけどそれは過去の話で今大会は正々堂々堂とと技術で勝負してたと思う。日本には前田大然のクレッシング先日三デュエル王遠藤世界の冨安他にもタレントがたくさんいるから韓国には絶対負けないと思う。 日本と PK 戦したらなんか勝てそうイケメン対決ならどっちが勝つかな韓国にはチョギソン選手がいるけど日本には南野がいるから日本の勝ちかな韓国にはソン・フンミン以外の世界的スター選手の誕生が必要だな難題だ日本の次の監督誰なんだろう 戦術も守備的なカウンターサッカーからまた違うのに変えるのかなまたループしてポゼッションサッカーに戻りそう次のワールドカップからアジアの枠が増えるらしいけどアジアのレベルが下がらないといいけど日本は吉田や長友とか長年チームを支えたベテラン勢がおそらく代表引退すると思うけど世代交代うまくいったと思う鎌田三苫。 富安、遠藤、久保、堂安板倉森田とか有望な若手と中堅がまだまだ残ってるから4年後のワールドカップはかなり期待できそう最後までご視聴ありがとうございました